皆さんこんにちは、DK です。北九州市小倉南区で怪しい用水路を見つけました。ここです。車でですね、いろいろ探索していたんですけどね、なかなか用水路というのは見つかるもんでもなく、たまたまここを見つけました。あ、かなり怪しいですね。この棚田になってるこの下のとこもかなり怪しいですよね。そこのとこですよね。では早速ガサガサしていきたいと思います。よし、では早速こっちの方ですね、棚田の上の方から攻めていきたいと思います。如意棒機能作動。うわあ、ヘドロがすごいですね。何もなんか、あ、エビが取れた。ちょっと水を泥をさらわんと何も見えない。あれ、さっきエビが取れたと思った。エビ取れたか。エビです。エビが取れました。ちょっとこっち見えてきます。向こう側の葉っぱの下とか、ここ怪しいですよね。ヘドロをちょっとさらわないと何が取れたかよく分かりませんね。何かの幼虫が取れてますけど、なんか分からんけど逃がします。なんだろう、なんか取れたけどなんか分からんないですね。よく分かりません。ちょっと水に入れてみようか。いや、なんか分かんない。エビっぽいけど、今度はですね、葉っぱが積もった下を攻めてみたいと思います。ここですね。よいしょ。何も取れない。ヘドロがすごい。わあ、何も取れてなさそうかな。それではこの下の方ですね、ここが怪しいな。
この幼虫ばっかり取れますね。これ何なんかな。一匹だけ持って帰ってみます。よいしょ。うわ、でっかい石が取れた。これですね、なんか甲殻類ですね。エビなんかなんかよくわかんないですけど、このちっちゃい甲殻類がまた取れました。エビかな。もうちょっと上流の方を攻めてみようかな。よいしょ。だんだんですね、上流に行けば行くほどなんか水深が浅くなってますね。よいしょ。何も取れてない。あ、結構水深がもうほとんどないですね。こっちの方もなんか棚田になってますね。うわ、めっちゃ怪しい。これはなんか期待できそうですね。うわ、汚い。何も取れてない。おお、ちょっと水深があります。やはりですね、あのちっこい甲殻類がいっぱい取れてる感じですね。ああ、何も取れてない。わあ、用水路が奥の方まで続いてますけど、ちょっと民家があるのでこの辺で退散しておきます。上から見た感じではあんまり生物がいるような感じではないですね。こちらの方はちょっと一回だけこの棚田の下、やっぱり何も取れていません。
しかしこの用水路というのはかなりこうロマンがありますよね。子供の頃はこういう用水路でなんかどんな生物がいるんだろうとかいろいろワクワクしながら網を入れたりしましたね。私の育った保育園の裏にはあのザリガニが結構取れるちっちゃい用水路というかあのポイントがあってよく友達で取り行ったりしてました。でですね、最初の場所なんですけど、ここにですねかなり怪しい水溜りがあるのでこれを最後にしたいと思います。やっぱりですね、ちっちゃい甲殻類、エビなんかな、これ。これですよね、この甲殻類がたくさん取れます。エビなんかな、エビ貝水に入れて観察します。いやなんかよくわからんですね。今日はですねエビとなんかの虫の幼虫とこの謎の甲殻類が取れました。よく見たら赤いなんか赤虫ですかね、ちっちゃいのが取れてます。思ったほど大物は取れませんでした。